まず最初に謝っておきます。すみません。はい、ごめんなさい。まあ、この動画なんですけど検証とかはしてないので、まあ、完全に僕の体感になります。なのでまあオカルトみたいなレベルだと思って聞いてください。まあ、むしろそのコメント欄で、まあ、実際にね馬娘プレイされてる方々に自分もそう思いますとか、いやそんなことないんじゃないのっていうのを聞きたいですね。はい、みんなの、意見が聞きたい。でまあ、今回ね、まあ、その打ち出す私の新理論が体格による有利不利理論、体格理論、どうですかねこれ。まあ僕ですね、まあもう育成回数800回、まあ総獲得ファン数も3億は言ってねえわ、ごめん嘘、2億5000万とか、まあチームレースもまあ基本毎週まあ100位以内には絶対入ってるってぐらいにはまあやってるんですけど、思ったのがこれ体格によるまあ有利不利とまではいかないにしても埋もれやすさってあるくねって思ったんですよ。でそれを一番感じたのが待機シャトル。はい、まあこの子ね、まあ多分今画面に3サイズ出てると思いますけど、まあ体格がいいんですよ。アメリカン体型のまあグラマラスわがままボディ。まあこの子、まあ基本的にまあよくね、まあ短距離とかマイルとかダートのまあ先行で使う人が多いと思います。で、なんか勝率悪いなと思いませんか。僕はなんかね勝率悪いなーってよく思ってたんですよね。まあ勝つときはもちろん勝つんですけど、同じようなまあステータスになるじゃないですか。まあ短距離とマイルって基本的にまあパワーとまあ、スピードがカンストしてて、まあ、スタミナはね、まあ、500、600ぐらい。まあ、マイルだったら。まあ、短距離だったらもうちょっと低く。で、まあ、根性は300から400ぐらいで、まあ、賢さはま、500ぐらいっていう。まあ、大体だからま、みんな同じような、他のチームメンバーの、ステータスと同じようになるんですけど、なんかこう、ブロックされやすいっていう風に思ったんですよ。まあ、もちろん短距離とマイルってそもそもが、まあ、密集しやすい。キャラたちが。モブ含めて。長距離とか中距離ってすっげえこう縦長になるけど、短距離とかマイル、まあダートも入れてね。結構団子状態になりやすいじゃん。だからそもそも先行が埋もれやすいっていうのは、まああると思うんですよ。うん。まあそうなのかな、先行埋もれやすいしなーって僕思ってたんですけど、まあなんか他の先行とかと比べても、なんかちょっと勝率悪くないか。まあ、同じステータス。まあ、もちろんね、固有の違いとか。まあ、スキルも言うてもね、だって、大体同じ距離で同じ客室だったら似たようなスキルになるじゃないですか。だから他のキャラに比べると、ちょっと埋もれやすい、ブロックされやすい、引っかかりやすいっていうのを、まあ、体感で感じてたんですよね。だから、待機シャトルなんかいまいち、パッとしないなって思ったんですよ。まあ、固有が加速だからとかっていうわけではないと思うんですけど。まあだからまあ、同じ先行のカレンちゃん。まあ全然まだね、レース数そんなに多くないんで、わかんないですけど、カレンちゃんはそんな印象をそこまで感じないし、まあキングヘイローとかを先行で使ってた時も、特段ブロックされるっていう短距離においてはイメージはなかった。で、マイルにおいても、まあオグリキャップとか、まあ細いじゃん。まあ、それが引っかかりやすいっていうイメージもないんだけど、なんか待機シャトル引っかかりやすくねって。思ってて。で、これがまあ結構今その馬娘界隈でちょっと話題になってて、もしかしたら体格による、その埋もれやすいとかっていうのがマスクデータとしてあるんじゃないかって言われてるんですよね。まあ解析では出てないらしい。うん。だからまあ解析では明かされてる部分ではないから、まあないのかもしれないし、まあ解析がそこを拾ってないだけかもしれないんで、まあちょっとわかんないんですけど、解析ではまあ出てないらしいですけどね。うん。まあでもある可能性はあるよね。まあこのゲームってすごい結構現実の競馬割と、ね、ちゃんとこう反映させてるじゃないですか、現実らしい。で、現実でももちろんさ、体格が、例えばでかいやつが前にいたら出づらくなるわけじゃん。後ろの馬って。だからそういうのもあると思うんですよ。体格による、まあ、ブロックのしやすさのも言えるよね。自分がブロックしやすいっていうのも言えるし、逆に引っかかりやすいっていうのが、まあ、考えられなくはないかなっていうふうに、まあ、思いました。うん。以上です。
以上ですけど、それだけなんですけどね。だからこれを真面目に検証しようってなったら、まあ同じ距離、同じレース、同じコースで、同じステータスでスキル取らないで、まあだから例えばカレンちゃんと待機シャトルで同じレースをもう1000回ぐらい走らせて、でまあ勝率とかを計算するしかないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、それにしてもちょっと難しいよね、検証の方法としては。まあ、だって、ま、固有のね、関係もあるだろうし、まあ、そのブロックされてるかどうかっていうのは勝敗だけではま、わからない。ブロックされてても勝つこともあるだろうし。だからま、自分でこうね、ブロックされてるかどうかって見なきゃいけないんだけど、まあ、それも人によるし、ちょっとだから検証のサンプル数出したらある程度見えてはきそうですけど、まあそれでもちょっと難しいかなっていうね、感じはしますよね。やっぱ相手の展開とかさ、相手のポジションにも左右されるから、全幅の信頼を受けるかどうかっていうのは、まあわかんない。やっぱりまあマスクデータ開いてみるしか、まあわかんないんじゃないかな。公式がなんかで言ってくれるといいんですけどね。どっかファミ通かなんかでポロッとね、体格の大きいキャラは引っかかりやすいですとか書いてくれるだけで、マジかーってなるんだけど、それが一番ね、信頼できるんだけど、まあ検証するにしても、まあ膨大なデータ数がいるし、まあちょっとこう、揺らぎが出やすいかなっていうふうには思います。誰かやってくれ。誰かやってくれ。俺は1000回もレースなんてできねえよ。誰かやってくれ。なんでは、ちょっとまあ、あくまでも僕の体感なんですけど、特に待機シャトルだね。やっぱりまあ、まあ短距離とかね、マイルが埋もれやすいってのはあるじゃん。まあ先行もそもそも。だからまあそういう関係なのかなーっていうふうに今までは思ってたんですけど、まあ同じ短距離先行のカレンちゃん。まあ、あとは、爆心王とか、キングヘイローを先行で使ってた時。あとはマイルだったら、オグリキャップとか。と比べても、ちょっとこう出てこないなーっていう。引っかかりやすいよなーっていうイメージがあるんで、特に先行のコツとかね、待機シャトル持たせてるんですけど、あーでももしかしたら待機シャトルが先行のコツを覚えるのって、運営からのメッセージなのかもよ。体格大きいから、ね、そういうコース取りうまくしないで引っかかりやすいよっていう。あー。今勝手に思って勝手にもしかしたらって思ったけど。まあだからちょっとその他の同じ条件、同じようなステータスのキャラ、と比べても細身のキャラよりなんか体幹引っかかってる気するんすよね。どうなんでしょうね。まあでもあるかもしれないよね。体格によって燃費が違うとかはさすがにないとは思うんですけど、まあそのブロックしやすいされやすいっていうのはあるかもしれない。だから逆に体格の大きいキャラが前出てたら出づらいっていう可能性も、まあ全然普通に考えたらありえるよね。普通に考えたらだってありえるくない？体格でかいキャラが前にいんのになんか横ぬるってすり抜けたらそれはそれでキモいし、まあ割と順当に考えたら体格の差ってあるよなとは思いますけどね。だからもしこれが体格によるそのブロックのしやすさ、されやすさっていうのが、まああるのであれば、逃げは体格でかい方が有利だよね。まあだから、ひしあけぼのとか来たらやばいよね。めちゃめちゃでかいからね。まあ現状だったらダスカとか。まあ、マルゼンスキーなんかがね、結構ムチムチバディしてますから。まあ、この二人をね、逃げに置くと、ちょっと相手の逃げは出づらいかもしれない。あ抜かすときにちょっとだいぶ、外側を走んなきゃいけなくなって、もしかしたらスタミナをかなり消耗させられるかもしれない。だから、鈴鹿がちょっと逃げで抜かされやすいって僕ちょっと思うんですけど、細いからじゃない？ね。あるかもしれない、本当に。だから逃げは、まあ、これが本当だったら逃げは、ムチムチの子を前に置いた方が有利。で、先行差しは、細い方が有利。ってなるかもしんないね。で、まあ、現状だとキャラが少ないんで、こんなところまで考慮して、まあ、置けないんですけど、まあ、もし今後ね、キャラがどんどん増えてって、もう割とその、パーティーが幅広くなった。今なんて上位層なんて大体同じの使ってるじゃん。ね、ダートなんて特に少ないし。だからこれがもしその、パーティーがね、幅広くなれば、ちょっと大きいキャラは、先行を置きたくないなっていうのが選べるようになるかもしれない。逆にだからひしあけものみたいな大きめの逃げが来たら前に置いてブロックしたろうっていう発想が出るかもしれないんで、まあ現状だとね、そんなにちょっと贅沢はできないんですけど、まあ一個ね、可能性もあるよっていうのをちょっと一石投じたかったなと。はい。これだけです。これだけです。だからみんなはどう思いますかね。まあ、特に待機シャトルなんかは結構感じる可能性もあるんじゃないんですかね。まあ、もしかしたらね、なんかそういう、なんか待機シャトル勝てないなーって思ってる人は固有とかが問題じゃなくて、体格的に大きくて、
引っかかりやすい、抜け出づらいのかもしれない。はい。ぜひ皆さんのね、体感でいいので、お知らせください。コメント欄でお聞かせください。まあ、検証やるガッツがある方は、ぜひやってみてください。僕がその情報をいただいて、勝手に、使います。いや、まあ、許可はもらうかもしれないけど、ね。その情報を僕が美味しく、ね、こう、いただきますんで。はい。それだけでした。すいませんでした。すいませんでした。いや、まあ、でもまあ、まあ、考える一個のね、あれにはなるかなとは思います。はい。ということで、まあ、ぜひともね、まあ、真面目な動画も出してますので、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。